お疲れ様です。6月19日水曜日朝6時の相場解説になります。朝6時の相場解説なんですが、今日は8時50分だったかな日銀政策決定会合の用紙が発表されますので、そこでね、大きくドル円の相場っていうのは動くことが予想されます。ですんで、この6時にね、ああだこうだ言っても仕方ないところがあるんですよ。えー、ですんで、概要だけ申し上げて終わっていきますね。えー、まずは、 この冷やしなんですけども、えー、上昇トレンドができて、昨日まではね、えー、3平ですよって言っていた赤三平なんですけども、四つ目の陽線ができまして、そして五つ目ってのも今作られてるとこですけども、まあ、順調な改良を見せてますね。移動平均線も上昇に向かって、中期短期長期が開いているとこです。つまり、上昇トレンドっていうことがね、まだ言えるかなっていうとこです。はい。 ところが、上昇トレンドのうち、冷やしで3点天井を作ろうとしてますからね、ここはちょっと警戒しておいていただきたいかなと思います。あの、冷やしではあんまりね、こういったファンダメンタルの世界ですから、テクニカルのことは当てはめにくいんですけども、アセンディングトライアングルが出来かけているのが冷やしだなっていうことを、ちょっと頭の隅に入れておいていただければと思いますね。ちょうど160円の介入が前回入ったところに近づいてるっていうのも、一つの ポイントになると思います。次、えーと、4時間。ね、4時間も上昇トレンドしっかり書いてるでしょうん。それ以外、まあ、特に言うことないんですけどね。ここでは、髭先の2点天井にちょっとね、思いを止めておいてください。そのぐらいですかね。あとは本当この辺からズバーッと、安値切り上げ、高値切り上げが続いてますから。ね、ここも、こうね。 まあ上昇トレンドしか見えてこないって感じです。さあ、それで、1時間軸ですね。8時50分の用紙の発表があるんでね、今どうこ行っても仕方がないことですけども、1時間でもこの上昇トレンドってのは見えるわけですよ。こういうふうにね。押し目を作っちゃ伸びて、押し目を作っちゃ伸びて、昨日はここでしたね。昨日は絶妙だったんですよ。ここでロスカットを入れて、再度もう一回ね、あの、この赤い 移動平均線の上に出た時にまさにエントリーかましていくってことで利益が取れましたし昨日の夕方ですけどもこのネックラインを超えたところから倍でエントリーした方も利益につながりましたんで昨日は全員が利益取ったんじゃないですか、うん、もしくはあの利益が取れる原因っていうのがはっきりしたんじゃないですかつまりはエントリーの根拠がこの後で自己解説で肯定されたってことになります。 そして現在は多くの方が理覚をしたんでしょうね。こういうふうに落ちていって、また移動平均線の青いところと絡んでいってるって状態です。えー、用紙の発表が8時50分になければ、今日もこういうふうな形でね、見通しを立てたいところですけども、まあなんとも言えないところですね、そこがね。はい。8時50分の発表を待ちましょう。そして FX オリガルヒの皆様はその後の対応についてまた放送させていただきます。それでは、本日もよろしくお願いします。